ことで。ダイルが縁石の密輸を行っていたことは明らか。放置した組合にも連帯責任を負ってもらいます。それが秩序維持のために聖領が敷いた規則です。違いますか？いえ。ダイルは我らが捕らえ聴取の上処罰します。事件が決着すれば営業再開の許可を出しましょう。そこな娘、そんな格好で寒くはないのですか？南方から着いたばかりで、ノースガンド領がこんなに寒いとは。女子が体を冷やしてはいけませんよ。お気遣い感謝します。これが清涼のやり方か。窮屈くつくつの世界じゃな。事情は分かった。ダイルってやつを捕まえれば修理を頼めるのね。そうだが、今のやつはコウマだ。逮捕に向かった兵士を何人も殺して逃げた。対話しでなきゃ捕まえるのは。ダイルは郊外の小さな村の出身だと聞いた。故郷に手がかりがあるかもしれない。トカゲの顔をした凶暴なゴーマだ。殺す気で行った方がいい。おい、万が一ってこともある。打てる手は打っておこう。航海士も欲しいの。用意しておいて。六郎の方はどうなったかな。武器屋に行ってみるか。なるほど、ダイルというトカゲのゴーマを探すんだな。とりあえずダイルの故郷を当たってみるつもり。頑張ってな。一緒に行かないのか。わしもなかなか忙しい身でな。裏切り者を探さんといかんのじゃ。
それに食べられたらかなわんしな。こう見えてもグルメなのよ。ではなお、それ危ないな。刀の旅にしてやるぜ。ここだ。返し尽くす。そこ、とどめ。ラバティレイブ。そこよ。見切れるぞ。見切れるぞ。捕らえられない。呪い。捕らえられない。来い。捕らえられない。そこよ。勝負ありだな。お、こんな場所に花が咲いてる。けなげだな。プリンセス。おん、なかなか雅な名前だな。姉さんが大好きだった花。そうか、全員担当の土地に着いたか。はい、皆準備を整え、例の時を心待ちにしています。間もなくだ。よろしく頼む。もちろんです。あなたなら必ず成し遂げられますよ。いよいよだよ、セリカ。俺はお前たちのためになさなければならないことをなす。どうした、ベルベット。あ、邪魔しちゃ悪いと思って。遠慮する必要はないだろう。これはお前の姉さんの墓だ。そうだけど、セリカ姉さんが一番好きだったのは兄さんだし、アーサー兄さんが一番お姉ちゃんを愛してたと思うし。家族に順番なんかあるものか。セリカもお前もライフィセットもみんな俺の大切な家族だよ。みんな家族。もうすぐセリカの命日だ。今年も岬に行ってプリンセシアの花を摘んでこないとな。うん、きっとお姉ちゃんも喜ぶよ。そうだといいな。よくもあんな嘘。そういえば花には花言葉ってのがあるんだよな。こいつのはなんて言うんだろうな。裏切りよ。ほう。
溶剤洗浄そこだ捕らえられないそこや知らないよゼロイそこだ捕らえられないラグな戦いばがあるいざ参る効果的そこや逃しはしないインフェルノブルーその程度で捕らえられないそこや捕らえられない大したことなかったわね合わせてよかった。でも次に襲撃があったら。タイマシ、まさかダイルマ。違うわ。トカゲのゴーマじゃない。なんで泣いてるの？これは現実を噛み締めていただけです。辺境では未だゴーマの被害が絶えない。それは。星稜が警備を放棄しているせいです。全域を守る戦力がないのも事実。辺境に住むのが星稜の規則に沿わない人々なのも事実。非常な決断であることは分かっています。でも、これが今最善の断りなのです。私に言い訳されても。言い訳では。星稜巡察官、一等隊魔士、エレノア・ヒュームです。ご用件はヘラビーサで人を殺して逃げたゴーマの話を聞いたんだけど商船組合の事件ですね私も聞き込みをしましたがまだ手がかりはそうご安心ください非道なゴーマは我らが必ず打ち果たしますタイマシの人、帰った？おう、帰った。よかった、これで食べられない。食べられる？知らないよ、ゴーマのことなんか何にも。頼む、教えてくれ。誰にも言わないから。北の洞窟にトカゲのゴーマがいるの。このこと喋ったら村のみんなを食べちゃうって絶対言っちゃダメだよこれあげるからわかった約束だの洞窟かしかし意外にタイマ氏は信頼されてないんだな。うん、なかなかうまい。そんなに腹減ってたのか？しない。何の味も。うん？手がかりはできたわ。北の洞窟を探ってみましょう。星稜の巡察官か。王国の各地を回って、ゴーマ対策の状況を確認したり、タイマシたちの行動を改めたりする精鋭らしい。いわゆる憲兵みたいなものだな。民衆にあれこれ我慢を強いてる以上、自分たちにも裏がないことをアピールしたいんだろう。そんなのを置いてる時点で白じゃないって言ってるようなものでしょ逆にそっちの方が誠実って考え方もある理想だけじゃ世界は変えられないからなだから泣いたんじゃないか志の高い巡察官殿はそうねいかにもって感じだったわ
ま、女の涙ってのは簡単に信じるもんじゃないかな。うん？ただの一般論さ。タイマシ。うっかり落ちたのか？こいつに落とされたか！そこに呪い！そこに呪い！こうくっちまった！ふっちまった！ふっ！そこだ！食らい尽くす！そこよ！呪い！逃しはしな！インフェルノブルー！ふっ！そこよ！行くわよ！邪魔だぜ！こいつが例の殺人犯だな！テラビーサのクソ野郎どもが！俺を借りに来やがってな！そのようね！インフェルノブルー！捕らえられない！捕らえられない！そこよ！せいや！この野郎！捕らえられまい！捕らえられまい！捕らえられまい！邪魔だぜ！せいせいせい！そこよ！邪魔だぜ！この野郎！行けよ！そこよ！行けよ！そこよ！邪魔だぜ！捕らえられまい！そこだ！食らい尽くす！そこよ！逃しはしな！インフェルノブルー！捕らえられまい！来い！捕らえられまい！おい！ここだ！食らい尽くす！捕らえられまい！そこよ！逃しはしない！インフェルノブルー！そこよ！勝ちやんせよ！邪魔だぜ！邪魔だぜ！そこよ！捕らえられまい！そこよ！邪魔だぜ！捕らえられまい！捕らえられまい！捕らえられまい！死にさせん！邪魔！捕らえられまい！そこよ！捕らえられまい！捕らえられまい！邪魔だぜ！邪魔だぜ！それ！邪魔だぜ！見切れるか！捕らえられまい！邪魔だぜ！邪魔だぜ！そこよ！逃しはしない！インフェルノブルー！見切れるか！見切れるか！そこよ！邪魔だぜ！勝ちやんせ！銀河王鵬！見切れるか！見切れるか！そこよ！見切れるか！捕らえられまい！組合の草どもにだ！密輸の責任を俺に押し付けやがって！密輸は組合がやってたってこと？そうだ！俺みたいな不良船乗りが一人で仕切れるわけないだろうが、そりゃ手伝って美味しい思いもしたけどよ。確かに倉庫の抜け穴なんて個人で作れるものじゃないよな。調子に乗って規模をでかくしすぎたんだ。声量にバレるのも時間の問題だった。死人に口なし。お前を殺して罪を最小にするつもりが計算が狂ったというわけか。どうやって復讐するつもりだったの？ヘラビーサに殴り込みをかけて船員どもをぶっ殺す。自殺行為ね。何人タイマシがいると思うの？どうせ逃げても狩られる。奴らに人は吹かせられればそれでいい。と思ってたが、それも叶わねえか。いや、ラビクス。これを届けて、あんたは死んだと報告する。そうすれば、タイマシたちも警戒を解くはず。どうしてだ？こっちの都合よ。一つは。船を修理するためで、私が出発した後騒動を起こして追っ手を足止めしてくれれば好都合。そういうことならご期待に応えるぜ。
ところでお前ら、どうやって俺を見つけた？偶然よ。勘が当たっただけ。俺の生まれたのは、何もない陰気な村でな。そこが大嫌いで。我が名は、そのための贄なり、礎なり。姉上。まあ、オスカー、突然どうしたのです？その傷は、何があったのです？ゴーマに不覚を取りました。その件で本部に召喚される途中に寄ったのです。こんな、かわいそうに。痛みますが、まだ戦います。この傷は我が未熟さの戒めとしましょう。さぞ卑劣な相手だったのでしょう。いえ、左手でこちらの力を喰らい、打ち返す力を持ったゴーマです。見た目は燃えるような瞳をした黒髪の女性なのですが、油断すれば一刀でも危うい相手です。どうかお気をつけください。あいつか。姉上。わかりました。大丈夫。この程度の失策、何ほどのこともありませんよ。実は姉上にそう励ましてもらいたくて寄ったのです。つけてくれているのですね、その耳飾り。もちろんです。あなたがくれたものですから。思った通りだ。姉上によく似合う。ではこれでおいとまします。テレサ様、密航者を捕らえました。濡れ衣じゃよ。許可を取らずに乗っただけじゃのに。女ゴーマの仲間ですね。あの者はどこです？このマギルー様に拷問は無意味じゃぞ。何でもペラリと喋るからな。監獄島を脱したゴーマですか？だったら？オスカーを傷つけた罪、楽に死ねると思うな！捕らえられまい！かかってきなさい！タイマシとも！義によって助け出す！その女の左手に注意なさい！二の子の水着！そこよ！捕らえられまい！捕らえられまい！そこよ！効果的！捕らえられまい！捕らえられまい！二の肩！水来たれ！手を焦がせ！そこよ！捕らえ！効果的！捕らえられまい！捕らえられまい！そこだ！捕らえ！そこよ！ここね、アンディ！生きろ！好きにさせ！捕らえられまい！呪い！せいや！取れよ！そこよ！成敗！どうした？この程度か！ゴーマ二人くらい止めてみせろ！いや！そこだ！捕らえてくれ！そこよ！呪い！せいや！そこね！アンディ！せいや！そこどけ！そこよ！呪い！せいや！そこだ！捕らえてくれ！捕らえられまい！捕らえられまい！そこね、アンディバレン！レイの肩！そこよ、スイヤ！そこよ、
すぐに後悔させてあげましょう。二号。自分でとどめをさせないのか、臆病者。挑発には乗りません。お前の左手は油断ならない。それに、汚らわしいゴーマの処理に道具を使うのは当然でしょう。じゃあ、私も道具を使うわ。縁石に硫黄と油。それ、爆発する。倉庫の縁石を、うん、ろくろ承知。こら、わしも連れて行け。何をしている、追いなさい。テレサ様、船が、港が全部燃えちまうよ。二刀対魔士は消火に当たれ。出航準備はできてるぜ。ない。お前だけは。死と風よ。なんと卑劣な手を。ゴーマに説教は通じないわよ。ならば、その命で償え。生きるんだ。生きるんだ。生きるんだ。そこよ。呪い。捕らえられまい。捕らえられまい。そこだ。捕らえられまい。そこよ。そこや、呪い。そこや、呪い。そこや、呪い。効果的、そこや。そこや、呪い。捕らえられまい。そこだ、呪い。ダイヤ、かさにまくる。二の数、そこだ、呪い。ダイヤ、しまった。かさにまくるね。そこだ、呪い。
において命じます。やりなさい二号。そやつ自爆する気じゃぞ。あなたがゴーマだったとは。涙目タイマシか。誰か。まずいぞ一等二人相手は。命令よ、あいつらを吹き飛ばせ。さもないとあんたを食らう。今だ。なんなんだ奴ら、何の恨みがあってこんなことを。終わりだヘラビーさん。もう己よくも。なんという傲慢だ。聖霊本部アルトリウス様に報告しなければ。なんとかうまくいったな。若干おまけがついたが。おまけ？あ、ベルベットのおやつ代わりにはちょうど良さそうじゃな。おやつ。冗談だからな。うん、それが命令なら。いいのか連れて行って。この子の術は役に立つ。ヤバくなったら捨てればいいわ。じゃの、精霊なんて道具みたいなもんじゃしなあ、ニガ。うん。